はい、くるっと94です。X と Y 座標がある二次元のデータを作るときに、I と J を引数として作っちゃうと、一列になっちゃうので、それを二次元の形に表すためには、データの i と j という、ここの、演算子の、このやつと、行列の推察を使うと、こう二次元のやつができるということで。まあ、それはいいんですが、これ何やってるかというと、この0から1の間に、そのデータがあったところに赤い点を打ちたいと。これ、Excel なら超簡単なんですが、マスカルではこれめちゃくちゃ難しいので、どうやってるかといえば、3D の、データを作っといて、その範囲に入っとったら、これですね。低かったら大きいか、H よりちっちゃいとか、L より大きいとか、その間とか、いうのを関数を作っといて、それにマッチしたところだけを出してくるというような作戦です。で、今、0と1の間のやつなんで、これを5と0の間といっぱいあって、4ね。4と5の間にすると、こことこことこっていうふうにして、4点なんとかというところにちゃんとマークがついて、これは、それを、この辺にありそうですよというところに、等高線図で、答えがそうですよってことです。1と0だと、ここら辺にありますよということで、まあ確かにこうと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 こうにあると。で、これの時に、まあちょっと調整しなあかんのは、これの方向と、これの方向が逆になったりするので、まあそこをクリックの速度でちょっと変化させたりしておりますと。それから、何かな ?1、2、3。1、2、3、4、5。こういうところなら病院がずれておるような気がします。どっかのこのグラフの最大値、最小値のところの設定がずれてしまったかもしれません。ということで、これもマッチ関数で、それに該当するデータだけを取り出して、そのデータを 3D で表示してやると、X と Y と Z のところで、その点があるところだけを、色をつけることによって、該当するデータがどこにあるかというのを可視化するための、5と7の間だったら、ここにありますので、まあ、やっぱりちょっとこれだと、保管してしまうので、どこら辺にあるかは分かってもよく分かるんですが、Excel では簡単にできることが、マスカラだと、必殺技の 3D のプロットと、データのオーバーライトして、プロットするという作戦をちょっと紹介しました。はい、以上です。